皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデッドスペース遊んでいきましょう。でただいまのミッションがこれですね、トラムで行政区画へ向かえ。でやってきたんですけど、何かが行政区画に通じるトラムの線路上に詰まってるらしく、先に進めなくなってしまった。調べに行かないと。ということでアイザックさんが調べに来ました。There's a giant tentacle blocking the transport door. It's wrapped around a big tank. A big tank? Nitrogen trichloride. 三塩化窒素。Perfect. え、あれを爆発させればいいんじゃないの？だよね。ここに爆弾生成器がたくさんあるんで。っていうかなんか、触手自体をもげばいいじゃんっていうね。もうちょっと？あ、メーターが減ってますね。ああいう触手っていうのは何だろう、目に相当する器官があるんですかね。映画ミストとかでもこう触手がね、なんか自由自在にニョロニョロって、あーなんかここボス戦的な感じがするんだよな。ミストでもね、触手がこう人間をね自由自在に。うるせえ、やるんだよ。ほらなんか来たもん。関節部にこれ打ち込んでいく。どうだ？あ、速攻ですね。やっぱ強いな、ジャベリンは。気持ちがいい。また来んの？よし、次。まあ、どっから来た？これ倒さないと開かないっていうわけではないんだね。帰ります。あ、待って待って、見えない見えない。どっから帰るのこれ。どっち？こっちか。待って、眩しくて見えない。ギリギリセーフ。タイドマン。これでしばらく終わる。すべては始終に過ぎない。デッドウェイト。石村だ。あれの重力秒がまだ機能していれば。
返しがね、いちいちおしゃれでいいですね。ずっとうまくいかないことばかりだ。さあこのリフト、でバイオハザードマーク、アイテムはないか。こう人間の手によって権益というか除染的なことがね行われたような跡があって、やってきました USG 石村。 Are you okay? You sound a little nervous. Last time I was here, things didn't go so well. Look, I'll contact you soon.これ考えてみると、確か劇中で3年間、デッドスペース1から2まで劇中で3年間、時間が経過していたと思うんですが、リアルの発売日も、確かデッドスペース1が2008年で、2が2011年。だから3年かな?リンクしてるんですね。で、いろいろこうペタペタ貼られてはいるものの、なんかさっき変な声聞こえたもん。目標こっち。ただそこに、こっちはまだっぽいですね。いけるのか。まあただ目標こっちなんで、先にこっちに行っておこう。ここね、この部屋ですよ。ワンをちゃんとやった方なら覚えてるこのお部屋。で、内部構造も全部一緒なんですね、ワンと。ちょっとこう見た目は変わってはいるものの、ダクトは塞がれて。いたりするものの構造自体は一緒。で、ベンチなんかもまだ機能してる。ここね。そうそうそう。なんだっけ、カットオフゼアリムズか。敵のこう、部位を、手足をもぎ取れっていう、切れっていう、血文字が残されてたんですけど、若干薄くなってる。3年という月日が経って、消されたりとかしてるんですね。タバコ?
ここにね、人が死んでたんですよね。で、そしたらノードが4つあるんで、何を使っていきましょうか。ステーシスモジュール。ね、リック。これはまあいいか。武器。ただ武器ももうほぼほぼ大丈夫なんですが、ダメージと、リロードと、残り2個。1、2行ってここ行きますか。で、最後に特殊。これだけちょっと遅れちゃったな。てか、今、特殊取ればよかったな。まあ、残り1個で取れるんで、いつでも行けるでしょう。そしたら、右方向。なんだ？船内にはもう何もいないはず。ここは電車の駅ですね。ね、ここに電車が来てた。ただ何らかの音声データが延々と流れてる。マティアス艦長ってのはワンの艦長ですね。ワンの字幕だと、マシアスっていう風に日本語字幕化モッドで訳されてたんですけど、まあ、マサイアスっていう風に訳すのが一般的かな。で、こっちなんだ。こっちは後で来るかな。オーディオログ。俺のロッカーの近くに何かいるんだよ。何なんだこれ。さあ、死亡フラグが立ちまくりな感じのセリフを最後に残して、ここから出ていた作業員のログ。まっすぐ。ここは電車の線路かな。この区画には多分デッドスペース1では来たことないかな。ゴンドラかな。お、びっくりした。なんで隠れてたんだよ。2発で沈んだ。なんで隠れてたんだよここに。びっくりした。で、なぜか弾がたくさん落ちてるし、棒も落ちてる。
あ、もう一匹。もう一匹来る。ただ、ヤッコさんにも、この爆弾を見舞いする。これで OK。見りゃ分かるよ。まあ、どっから来てんだこれ。いすぎいすぎ。メッセよ。どこ経由で来たんですかね。まっすぐ半導体取って。暗いんだよな。しかもまっすぐ。待って待って、なんか怒ってきた。投げてるだろ。お、ノードが1個。これでプラズマカッターが特殊効果、燃焼効果を得られる。で、ゴンドラ乗って上に行きましょう。この1のステージに2でね、もう一回来るってのは結構熱い展開なんですけど、ただね、自分デッドスペース2が出た時、まあ、予習しておこうと思ってデッドスペース2の発売日の前日あたりに1をね、一回またクリアしたんですよ。で、これしばらくぶりだったら多分愛し村だーってなるんですけど、自分の場合はね、なんか、あ、ここ昨日来たわーみたいになってしまって昨日来た石村がなんか姿が変わってるっていう。どっち？そっち。お、石村屋さんがある。で、ダイヤモンド半導体25000円。これはでかいですね。これはでかい。ステーシスパックもほぼ使わないからいいや。こんな感じでいきましょう。で、お、高いスーツ、ヴィンテージスーツ。少なくとも20スロットのインベントリと、15% の防御効果、これ買っときましょう。これおそらく前作のアイザックさんとほぼ似通った感じの姿ですよね。ヴィンテージだから買っときましょう。なんかレトロな方向に行きましたね。潜水服みたいなバイオショック的な感じになっちゃった。あんまり強くはなさそうなんだけど、まあ強いらしいですこれが。で、パワーノードがなんか安くなってる。スーツのあれか、スーツの効果ですね多分。
結構あるあるですよね。なんかダサい武骨な方がなんか逆にかっこいいっていう。最近の Windows とかあと iOS のフラットデザイン的な。石村内で採取された年代を調査した結果は驚くべきものでした。人 DNA を内包している。でさらに自ら DNA を組み替えることができる。クルーは何かに感染した結果再構築された。ここも懐かしいな。まあ懐かしいなって言ってもやったのがね数日前とかなんですけど、1週間前とかなんですけど。でベンチでプラズマカッターを、特殊ここですね、これアンロックしていきます。でワンだとここでなんか部屋がね暗くなってビービーっつって敵がワンサか出てきたんですが、そうそうそう、これこれ除染。さあ2だといかに。2だと特に何も起きない。起きると見せかけて起きない。あ、待て待て、なんか右にも多分いるっぽいんだよな、なんかが。これ本当に燃焼効果あんの？ん？どうだ？あ、待って待って、音がすごい聞こえる。何？見えないから怖いんだって。何？今みたいなのが一番怖いですね。姿が見えないけど確実に向かってきてる。あっちなんだけどこっちにアイテム的な何かがあるのを期待して。妊婦さん、嘘、湧いてないよね。何？あ、どれが本体か分かんねえ。ひどいな、ここ。こっち来なきゃよかった。何にもないし。何にもねえ。あるのは肉のみ。まだいる？はじけ飛べ。
まだなんかいるな。まだいる。これ忍び込んでるってレベルじゃねえぞ。これ繁殖してるぞ。ジャベリの弾が結構減っていく。この後ろから来るのやめよ。安心できない、安心ができない。お、でセーブポイントですね。でね、まあ時間が多分今25分ぐらい経過したんで、そうですね、キリがいいんで一旦今回ここで終わりにして、また次回につなげていこうと思います。はい、よかったらコメント、高評価とチャンネル登録していてくださると嬉しいです。次回もね、懐かしの石村探索お楽しみに。ではまた次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。